山口百恵さんの生い立ちが壮絶だということは、ファンたちの間で有名なことなのだそうです。山口百恵さんの壮絶な生い立ちには、父親や母親にまつわるエピソードが関係しているようです。山口百恵さんの生い立ちの真相や、父親の韓国人説、医者説についてもまとめました。山口百恵の生い立ちが壮絶。父親や母親にまつわるエピソードなどまとめのイメージ。目次、人山口百恵さんのプロフィール。二山口百恵さんの壮絶な生い立ちとは、三山口百恵さんの父親はどんな人物なのか調査。4山口百恵さんの生い立ちの真相。5山口百恵さんのデビューから引退まで。6山口百恵さんの生い立ちはとても壮絶だった。山口百恵さんのプロフィール。壮絶な生い立ちや父親のことも気になる山口百恵さんですが、どのような人なのでしょうか。デビュー以来、トップアイドルとして活躍し続けた山口百恵さんのプロフィールについて詳しく見ていきましょう。山口百恵さんの経歴、愛称、百恵ちゃん、本名、三浦百恵、生年月日、1959年1月17日、現在年齢、59歳、出身地、東京都渋谷区恵比寿、血液型、A 型、身長、158cm。体重、活動内容、元歌手、元女優、所属グループ、なし、事務所、ホリプロ、家族構成、三浦友和、部、三浦雄太郎、長男、三浦貴弘、次男。山口百恵さんのデビューは1973年のことでしたが、デビュー当初の既存のアイドルのような路線では売れないと判断した事務所やレコード会社は、山口百恵さんをセクシー路線で売ろうと考えたようです。山口百恵さんは、ひと夏の経験などの男女の際どい関係を歌った曲で人気を集め、一気にスターダムへと駆け上がっていきます。山口百恵さんは当時流行っていたアイドルとは一線を画し、セクシーで際どい歌詞を、ハイトーンではなく低めの静かな声で歌うという独自の路線で、一躍トップアイドルになりました。山口百恵さんは歌手活動だけではなく、女優としてもその才能を発揮し、1974年に主演した伊豆の踊り子ではその演技力を高く評価されました。山口百恵さんは CM にも数多く出演され、特に江崎グリコの製品の CM にはデビュー当初から多数出演しています。その中の一つ、プリッツの CM で、山口百恵さんは運命の相手ともなる三浦友和さんに出会います。三浦友和さんがこの CM で起用されたのは、山口百恵さんの爽やかな兄的なイメージでのことだったようです。結婚したら仕事を辞める、それが私という女の生き方です。大スターから主婦の道へ英断した山口百恵さん。三浦友和さんとの交際について、山口百恵さんはコンサートでファンに自分の口で公表しました。これも当時のアイドルとしては異例のことだったようです。そして、山口百恵さんは三浦友和さんとの結婚を機に、芸能界を引退されました。その後は三浦友和さんの妻として、さらには二人の息子の母として静かに暮らし、現在はメディアへの露出はほぼない状態です。三山口百恵の子供は何人？名前や学校などまとめ、息子の兄弟格差についても、人気絶頂期に芸能界を引退された山口百恵さんですが、子供は何人いるのでしょう？息子がいるという。山口百恵さんの壮絶な生い立ちとは、山口百恵さんの生い立ちは壮絶だと言われていますが、一体どのような生い立ちだったのでしょうか。山口百恵さんはどのような父親、母親のもとに生まれ、どのように育ったのでしょうか。芸能界で活躍中には語られることのなかった山口百恵さんの生い立ちの真相について調べてみました。
山口百恵さんの生い立ち一愛人の子供である。実は山口百恵さんの母親は正妻ではないと言われています。山口百恵さんの母親は父親の愛人という立場であり、山口百恵さんには正式には父親はいないことになっています。山口百恵さんは父親からかろうじて認知はされてはいたものの、養育のための援助などはあまりされていないようでした。ですので、幼い頃の山口百恵さんは、とても貧しい生活をしていたとも言われています。山口百恵さんの生い立ちに母のために芸能界へ。山口百恵さんが歌う、いい日旅立ちが好きです。昭和の歌手でわからない人が多いだろうけど、端的に言えば乃木坂と同レベルですごい人です。山口百恵さんが芸能界への道を選んだのは、母に楽をさせたいという気持ちからだったという話があります。14歳でお金を稼ごうと思えば、新聞配達から芸能界しかないでしょう。しかし、新聞配達などで稼ぐことのできるお金は限られています。山口百恵さんは母を楽にさせたいという気持ちで、オーディション番組、スター誕生への応募を決めたのでしょう。山口百恵さんの壮絶で複雑な生い立ちには、この父親が大きく絡んでいそうです。山口百恵さんが引退直前に発売した自叙伝「青い時」では、この父親が金銭的な援助をしないばかりか、時には暴力を振るうこともあったと書かれていたそうです。山口百恵さんの母親は、そんな父親と別れることもできず、母子家庭の中で山口百恵さんら2人の娘を女手人で育て上げたのでした。山口百恵さんの父親はどんな人物なのか調査。山口百恵さんの壮絶な生い立ちの責任の多くがあると考えられる父親ですが、どのような人物だったのでしょう。山口百恵さんら姉妹と母親が貧しい母子家庭であることを知りながら、全く援助をしなかった父親です。どのような人物かは推して測ることができそうですが、さらに山口百恵さんの壮絶な生い立ちの真相に迫ってみましょう。山口百恵さんの父親は韓国人。実は山口百恵さんの父親は韓国人、もしくは在日韓国人ではないかと言われています。しかし、それはデマで、山口百恵さんの父親は、韓国人でも在日韓国人でもなく日本人なのだそうです。なぜ山口百恵さんの父親が韓国人か在日韓国人かであるという噂が流れたのかを調べてみると、山口百恵さんが幼少期に住んでいた土地に問題があるようでした。山口百恵さんが幼少期に住んでいたのは神奈川県の横須賀とされていますが、この横須賀の近くにコリアンタウンがあり、在日韓国人や韓国人が多く住んでいたのだそうです。その上に、山口百恵さんの父親が仕事の関係で朝鮮に行くことが多かったらしく、そのために、山口百恵さんの父親は韓国人か在日韓国人ではないかという噂が流れてしまったようでした。しかし、山口百恵さんは純粋な日本人なのだそうです。山口百恵さんの父親の職業は医者。また、山口百恵さんの生い立ちを壮絶にした父親ですが、その職業は医者だと言われています。医者といえば、ある程度金銭的にも余裕があるはずですし、母子家庭の山口百恵さんの母親を援助することぐらいはできたはずです。しかし、医者という恵まれた職業に就きながら、父親は母子家庭で貧しい暮らしをする山口百恵さん親子に手を差し伸べることはなかったようです。実は山口百恵さんの母親は、愛人となった夫とは医者と看護師という立場で出会ったようです。山口百恵さんの母親が、看護師という資格を持ちながらも貧しい母子家庭となってしまったのは、医者である父親が一切の援助を拒んだ T ということも理由でしょう。
山口百恵さんの父親が何かの医者だったかなどの細かい情報については現在のところ明らかにはなっていないようです。医者も内科の医者か、それとも外科の医者かによってその給与も大きく違うようです。一般的には内科の医者よりは外科の医者の方が給与は高いとされています。山口百恵さんの父親は日曜日にしか訪れることはなかったそうです。ただ日曜日だけでも家を訪れていたのなら、山口百恵さんら娘と母親が母子家庭で貧しい暮らしをしていることは知っていて、あえて援助をしなかったということになります。山口百恵さんの生い立ちの真相、山口百恵さんの生い立ちの真相についてさらに探ってみましょう。山口百恵さんの壮絶な生い立ちは一体どのようなものだったのでしょうか。山口百恵さんの生い立ちの真相はどのようなものなのでしょう。山口百恵さんは母子家庭で育った。山口百恵さんは母親と妹の母子家庭で育ちました。母子家庭の苦しい家計を助けるために、山口百恵さんは中学1年の時に新聞配達もされていたそうです。いくら母子家庭で貧しいとはいえ、中学1年生で新聞配達のバイトはかなり辛かっただろうと想像ができます。毎週日曜日だけは父親がやってきて母子家庭ではなくなるそうですが、父親と山口百恵さんが歩いている時に、盆栽が睨みつけてくるといったようなこともあったようです。たとえ母子家庭でも父親がきちんと援助を行っていたならば、山口百恵さんの生い立ちはもう少しマシなものだったかもしれません。しかし日曜日にだけやってくる父は、経済的援助も何もせず時に暴力を振るうなど、山口百恵さんの複雑な生い立ちをさらに複雑なものにするだけの存在だったようです。山口百恵さんは父親を恨んでいた。自分の生い立ちを壮絶なものにした父親を山口百恵さんは恨んでいたそうです。生い立ちを複雑にしたばかりではなく、父親は山口百恵さんが有名になるとお金をたかるようにもなってきたそうです。父親は医者をしててお金はあるはずですが、そうして父親のお金をたかられることにより、山口百恵さんの生い立ちはさらに壮絶なものになっていきました。山口百恵さんの生い立ちの真相を探っていくほどに、山口百恵さんの憂いを帯びた表情に納得ができるようになります。山口百恵さんのあの年頃の少女にそぐわない影のある雰囲気は、その複雑な生い立ちが生み出したものなのかもしれません。もしも生い立ちが違ったものであれば、大スター山口百恵は誕生しなかった可能性もあります。山口百恵さんの複雑な生い立ちは、ある意味でスターである山口百恵さんを作るのに必要な要素だったのかもしれません。ですが、山口百恵さんは決して自分の複雑で壮絶な生い立ちを望んではいなかったでしょう。むしろ、父親を恨んでいたということから考えても、山口百恵さんは自身の複雑な生い立ちも恨んでいたのではないかと考えられます。